こんにちは、まるみです。今日はソロキャンプに来ました。設営完了です。今日は DOD のライダーズバイクインテント、ヨーラーのテーブルにベントラックスのチェア、荷物はトランクカーゴに入れてきました。あっちは蓋を下に引いて荷物置きにしてます。今時間が2時半で、1時到着予定がね、なんでか知らんけど1時間遅れちゃって、お昼ご飯をね我慢して、来る途中ねローソンで唐揚げくん食べたんだけど、今からやっとお昼ご飯を作ります。じゃん。みんながねマルチグリドル使ってるの見て羨ましくて、フィールドアのマルチグリドルのようなものを買いました。ソロだから S サイズにした。大きいけど、まあ、頑張ればトホキャンにも持っていけるかなぐらいの、とにかく軽い感じかな。憧れのねマルチグリドル、これ焚き火とガスと IH 全部で使えるから、今後ね車中泊に IH 導入して使おうかなとも思ってこれにしました。結構ね焚き火ダメとかね、物によっては IH 使えないとかあったんで、全部いけるやつ。今日のお昼はキーマカレーを作ります。玉ねぎをみじん切り、これも DOD で、テントも DOD で、クーラーバッグも DOD で、DOD の回し物みたい。あと本当はハンモック貼りたくて、サイトに木が1個あればいけるかなと思って、ハンモック立てるポールみたいなのも DOD の持ってきたけど、木がね、ひょろひょろのしかないから、今日はハンモック諦めます。サクッと切って、サクッと食べよう。こんなもんかな、みじん切り。粗めのみじん切りの方が歯ごたえあったらいいよね。ってことにしよう。あ、このトマト甘い。サネスバン。オッケー。これ大きいからね、ガスボンベが熱くなって爆発しても嫌なので、サネスバンをつけます。これ広いから料理しやすい気がする。ひき肉、スプーンが熱い。やっぱ木のヘラを自作しないとな。ちょうどいいサイズのやつ。次はトマト。トマトは潰しながら炒めます。
キーマカレーの素をかけます。で混ぜて、水気がなくなるまで弱火でってあるけど、そもそも水気ないよね。まあいいか、ちょっと炒めときます。こっちの半分側でナンを温めとく。あ、いいね、ビジュアルがいいね。こんなでいいかな。お腹すいた。できました、キーマカレー。いただきます。ナンも十分温まってる。熱い熱い、むしろ。いただきます。おいしいおいしい、めっちゃおいしいじゃん。ただ思ったのが、キーマカレーはいいんだけど、ドライカレーにする必要なかったかな。なんで食べるならもうちょっと液体味が欲しいまあいっか、十分おいしいやん。やばい、ナンに対してカレーが多い。ナンもう一枚あるんだけど、この後ね、大物のおやつタイムが控えてるからね、できればナンは一枚で食べきりたくて。さすがにナン二枚はね、食べ過ぎな気がするな。熱っ。熱い。キャンプ来ると火傷しがちだよね。私だけかな。ごちそうさまでした。予想外にいっぱい食べちゃったな。まあいっか、もうちょっとしたらおやつだけど、それまでにのんびり過ごそう。ではお腹もいっぱいなので、じゃん、木べらを作っていきます。これセリアで売ってるやつで、このね、形通りにナイフで削ってきます。昨日ね、研いだから簡単に作れると思う。この辺今日の焚き火に使えそう。ノコギリでこうかたどってからやった方が良さそうかも。ノコギリは持ってないな。結構頑張った。今日ここのキャンプ場、前来た時は問題なかったんだけど、スマホ Y モバイルからドコモに変えたら、ここ県外で電波一切なくて、本当はね、外でのんびりスマホで漫画読んだりしてたんだけど、それができないから無我夢中で作ってます。強制的にデジタルデトックス。まあいいんだけどさ、 LINE の確認ぐらいはしたかったな。結構いい感じになってきた。これじゃまだ難しいか。もうちょいだな。今起きました。テントの中から滝が見えるんですよね。あとであっち行こう。死んだ。かわいそうだけど、もう助からんがな。今日はホットケーキを作ります。
さっき何2枚食べたけど、せっかくなので楽しい作り方をしたいなと思って、こいつをね、せっかく買ったから使いこなしたい。あるかな。なんかこれ1リットルぐらいは入るみたいだからいけそう。ちょっと待って、ここまで完全に自己映像みたいになってるんだけど、こっからよね、こっからこっから。成功するかな。混ぜるのがめっちゃ難しい。私の予想だとうまく混ぜれて焼けば超特大ホットケーキができるから、きっとね大丈夫なはず。今はちょっと見た目悪いけど、これさ、成功しても一個だけ問題あって、ソロなんだよね今日ね。ソロでこの量一人で食べるんかっていう。もしこれ成功したらファミキャンとかにおすすめかも。グルキャンとか。もう作る前からさ、ソロにはちょっとねフードファイトの量だね。夕飯少なめだし頑張れるかな。金属のスプーンで混ぜてるけど、木のスプーンとかで混ぜた方がマルチグリドル的なものには優しい気がする。金属同士だとねやっぱり良くない音する。着火。一応隅っこちょっと固まってきた。もうひっくり返すのがちょっと大変そう。やばい、いい感じいい感じ。ほんとヘラが欲しい。ヘラがあればいける。あ、めっちゃいい感じじゃん。どうしよう。なんかロールケーキみたいになっちゃった。あー、もうこれはロールケーキになりました。惜しかったな。あっつい。ロールケーキ作ったってことにしたい。それぐらい綺麗になんかできた。卵焼きみたいだけど。中までしっかり火を通します。なんか別の食べ物できたけど、これはこれでありじゃない。完成。美味しそう。なんか最終的にめっちゃクオリティ高いおやつになった。イエイ。いただきます。これはやばいね。クオリティ贅沢。あ、いただきます。あ、美味しすぎる。これお店出せるレベルの美味しさなんだけど、これは大絶賛だわ。めっちゃ美味しい。食べ終わっちゃった。全然まだあと 1,2 個いけるんだけど、最近同い年の知り合いが糖尿病になったって聞いてちょっと怖いんで、今日は一個にしておきます。
寒い。でも夏が近づいてきたなって感じです。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。